宮地一災は、日本の陸軍軍人、陸軍大佐。社会事業家、部落解放運動家。1876年11月6日、高知県旗軍省畜紫村田の裏で、宮地重政の長男として生まれた。祖父の宮地重勝は、土佐国旗軍津の川の豪志であり、安政三年伊賀家に仕え、田の裏村や、津賀川村の省屋屋屋町を務めた。 3歳で母と離別し、祖母に育てられた。1892年7月に中村小学校高等科を卒業した。同年9月に高知海南学校へ入学したが、学士が足らず2年で退学した。1896年に陸軍に入園し、陸軍士官学校や騎兵実施学校などに学んだ。1901年11月22日。 陸軍士官学校を卒業し、1902年6月23日、騎兵将尉となり、日露戦争では、騎兵第15を連隊付けとして出征した。連隊副官、師団副官、陸軍通信学校軍用場と研究会幹事などを歴任した。1928年、陸軍大佐に進み、騎兵第1連隊長に捕食された。 1930年8月大名となった。この間、1920年に帝国行動会に入った。1921年に副会長で同郷の大江拓が死没すると、その意志を継いで軍務の傍ら優和事業に尽力した。1927年に財団法人中央優和事業協会の優和部長となった。陸軍退職後、優和運動に専念し、 融和講習会の講師として日本全国を回った。1930年には東京府下に兄弟層を建てた。1932年7月には東京社会事業協会の融和部長となった。また、移民問題調査のため満州に渡り、貴族を基準させたり、家理教を女性指導したり、東稿会を設立したりするなど、日本と満州の親善を図り、 満州移民による、融和事業の拡大に邁進した。1939年2月18日東京で死去。世田谷区大田の自宅で病死した。62歳であった。14位、訓山等、高五級。墓は、玉霊園にある。1941年11月、全国有志が発起して、宮地先生る根比を立てた。高さは一三尺。大事は、 前内閣総理大臣、平沼木一郎が起業した、兄弟層に混流した。1943年、宮地先生記念事業会が、宮地被災大作業を刊行した。1931年7月3日、徳富祖宝が兄弟層を訪れた。そこは、宮地被災が、融和事業のために営む施設であった。敷地は160坪。建物は2室で、 クラブ用の十条館と、主人の居室の八条館とがあった。祖方から見ていかにも質素であった。敷地に七間の柱を立て国旗を掲げていた。遠くからも目印になっていた。兄弟層に関連して、次のような逸話が語られた。兄弟層がある地域には、江戸時代に特別待遇を受けた部落があった。従来差別を受けた部落であった。明治維新後、 明治天皇はここでウサギ狩りを行った。1881年に初めて行った際、天皇側近の宮内官たちは、そこに小野立ちを設けることをはばかり、遠慮すべきかどうすべきか悩んで議論した。なかなか決せず、やむなく明治天皇の判断を仰いだ。すると、明治天皇は少しも躊躇せず、直ちに言った。陳は、ウサギのいるところならば、どこへでも行く。 またその村民も他の村民と同様に、それぞれ奉仕させるがよい。彼らの中には屈強のものもあろう。世古に採用せよ。これによって、そこへも小野田地所を設け、そこの村民にも役割を与えて奉仕させた。一子同人の尊きお言葉、同胞優和の大い御針と称えられた。1930年4月20日、皇族の東国の宮が当地を訪れ、 明治天皇の成績をめぐり、行行当時のうさぎ狩りの様子を聞き取った。感激して歓迎する、いわゆる部落の人々に会釈を賜った。宮地伊久江は、明治天皇の一指導陣のおぼし飯を包帯し、同年8月、軍職を投げ打って、優和事業に身を投じた。同年、兄弟像を建てた。宮地伊久江人物検索。徳富祖峰記念館。 2020年10月7日閲覧。ABCDEFGHIJK 近代現代編中央で活躍した人々宮地久江宿毛市高知県宿毛市2020年10月7日閲覧。ABCDEF 宮地久江歴史が眠る玉霊園2020年10月7日閲覧。山崎正夫編陸軍士官学校 秋元書房、1969年、233ページ。AB と山三沢編、陸海軍省官人事総乱陸軍編、不要書房出版、1981年、175ページ。宮寺先生記念事業会、宮寺被災対左限1943年、国立国会図書館デジタルコレクション蔵書。ABC 特とみそ法。 読書人と、山水1932年、397から398ページ、国立国会図書館デジタルコレクション増書208、コマス -209 コマ目。ABC 小玉史郎、明治天皇の三つ1930年、114から115ページ、国立国会図書館デジタルコレクション増書81、コマ目。ABC 童話暴行改編。 童話事業年鑑賞は16年度版1937年1から2ページ国立国会図書館デジタルコレクション11コマ目。ありがとうございます。